スタジオでボロボロになっているゴムのヨガマットを見ながら、いつかゴミとして廃棄されるこの土に帰らないヨガマットをもっと美しい循環に転換できないだろうかと考えたところから、この草木染めのヨガマットプロジェクトが始まりました。1年前、布のヨガマットを作っている人はいないだろうかと探し始めたところ、南インドオーロビルの近くのローカルの村に住む織物職人シャクティと出会い、彼にオーガニックコットンの草木染めの糸を仕入れてもらうところからマット作りは始まりました。My name is Shakti Vel. I'm from Auroville. I'm a weaver. Also, I do hammocks and yoga mats, bed covers. So, all done by, woven by me. So, this is my own hammock. So, now I'm doing my own. I have my workshop. I'm living is there. I have my...I'm doing my weaving also outside to help the people, the village. シャクティは織物という仕事とその文化をとても愛していて、タミルの織物の歴史や文化などを調べることをライフワークとしていたそうです。そして織物職人が住む村があると知り、はるばる車で6時間の村を訪れ、そこの織物マスターと出会い、交流を始めました。田畑を営みながら機織り仕事をする、その素朴な村の暮らしや、そこに残っている織物の文化に感動し、この村を守るため、綿の糸で織ったヨガマット作りを提案し、職人さんをサポートすることを始めたそうです。Village artisans, they know the work, but they don't know the marketing. They're really very poor with the...financially. So I found one village there in the south Tamil Nadu. So I searched there. There were like one village, totally I'm helping there. There are like, you know, 30-40 looms are running there. So I'm trying to help. Now I'm working with a few looms only. But in future, if we get good orders, so we will help the whole village. The village called...そして私たちは車で6時間ほど離れた村、瀬戸南バラヤムに向かうことになりました。シャクティとその家族、奥さんと娘さんのスティーブちゃん、そして私たち家族3人の6人旅。シャクティの奥さんも枕目編みやハンモック作りをする職人さんです。10時半ごろ、ようやく村に到着しました。彼が織物マスター、30代の織機を管理するチームリーダーのような存在です。Thank you.
Hi, this is Arun Vijay. You're watching me on Sun Music, South India's favorite. Is it traditional bell? Nice. I like this bed. Are you going to the car? I'm going to the car. I'm going to the car. I'm going to the car. He's making yoga mat. そしてこのふんどし姿のおじさんが私たちのヨガマットを折ってくれていた。最高です。織物マスター。1枚折るのにだいたい4時間弱かかるそうです。一段一段決して焦らず自然のリズムで折り続けることでゆっくりと完成していく。このヨガマットには不思議なエネルギーが宿っています。 How is life in village? ラムトラなら売り上げるからFamily, ஒரு புள்ள ஒரு பையன் நெசவு தொழில் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கு. மற்ற பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. டெய்லி 300 சம்பாதிப்பேன். 8 விட்டு மைக்கிற 3 மணிக்கு நாளைக்கு 300 சம்பாதிப்பேன்.村の学校を訪れました。急遽子供たちにダンス授業をすることになり、みんなで輪になって踊ってみました。こんな風に村の子供たちとの交流やダンス授業、教育などにも少しずつ関わっていけたらなと思っています。織物という文化をつなぎ続けたい。職人さんの仕事を守りたい。それがシャクティの思い。美しい循環の中で作られたものと一緒に暮らしたい。環境負荷のなるべく少ないものを選べる世界にしたい。それが私たちの思い。そんな思いが合わさって生まれたのが私たちの草木染めヨガマットプロジェクトです。ほんの1回のつもりで作ったヨガマットを通して様々な出会いが生まれ、また新しい流れが生まれ始めています。こんな風に国境や文化を超えて人の思いが重なり合って一つの大きな流れになったのは偶然なのでしょうか。織物の神様が引き合わせてくれたものなのかもしれません。このヨガマットを通して優しくて純粋な美しさが世界中に広がっていきますように。ヨガのプラクティスがあなたの肉体とスピリットをつなぎ、そして宇宙との大調和をもたらすように、このヨガマットが幸せな調和をたくさん生み出しますように。